はい、本日は、うなぎ屋さんで、よくね召し上がれるうなぎの肝、これの掃除、それと串を打って焼くところまでね、これをご紹介いたしましょう。見栄えがあまり良くない、もう内臓ですからやむを得ません。こんな感じなんです。これがうなぎの肝です。これをまあうちではですね、掃除をして、それで水にさらして血を抜いて、それから串に打って焼くと、そういう手順になっております。その辺を、ご紹介いたしますので、どうぞご覧ください。はい、まずねこれが、肝臓ですね。でこれが胃腸、浮き袋で、これが胆嚢ということになるんです。そしてこの胃腸の中にはどうしてもこのうなぎがね餌を食べたこの残留物が残っていますので、これをしごいて、で途中から切ります。で中を出すと、ね、中を出して、そして胆嚢、これ苦玉ってやつですね、これはこう潰しておきますと緑色の濃い液が出ます。ここまでしたら水に落としていきますね。水に落としていきます。でこれをとりあえず全部やってしまう。はい、そういう流れでいきますので、ちょっととりあえずねしばらくはこの作業、この作業をやらないところも結構あるんですよね。そうするとね、この私的にはですね、この中身までいくら焼かれてね火を通したといえ、ちょっと食べる気にはならないので、私はどうしてもこのしごく作業をですね入念にやっていきます。お店行ってね出てきた時にえっと思っちゃったりするんですが、結構多いです。そのまんま肝水に入ってたりね、ちょっとびっくりしちゃったりします。まあお店にはお店のやり方があるのでね、あんまり文句は言えませんね。うちではこういうやり方をしています。でこの、まあ、苦玉と言われるね胆嚢は、あの火が入ると潰れるんですよね。はい、今日これで掃除が終わりました。こんな具合です。ちょっともう炭汁が混じってるので水が汚いので、この水を今度きれいにして少し水にさらします。はい、でこんな感じでねきれいに洗いまして、水に今さらしてるとこです。でこうきれいになるもんですよね。でこれ要するにこのレバーの部分かな、要は肝臓、レバーです。レバーで、こっちの紐のようなのが胃腸、まあこの黒く見えるのはね、これは取れちゃってるのもありますが、これ脾臓です。脾臓で、まあ要は肝臓と胃腸という感じですよね。これがまあ普通の、掃除のできた肝の状態で、これ私が水にさらす理由は、要は肝臓ってね、どんな生き物もそうですけど、血液がいっぱいこう血液を浄化する内臓っていうのかな、なのでどうしても血が中に溜まってます。それをね、結局水にさらして抜くということが、必要だと思っているので、私の場合は水にさらします。はい、まあイコール臭みも和らげられるということもありますのでね、まあ、この作業私は結構大切にしています。でこれがある程度そうですね 2,3 時間さらすんですけど、その後ザルに切って、今度しばらくね今度水を結構吸ってしまうんですね。ですので水を切ってから串に刺すと、それから焼くという作業に入ります。はい、それでは水切りがだいぶできたようです。ほらこんな感じでね水がこう出ますので、水を切りました。今度これを串に打っていきます。
はい、こんな具合で1本出来上がりです、ね、これで5匹分が刺さりました。これを何本も作っていくわけです。そして出来上がりましたら焼くと、そういうことになります。はい、こんな具合に刺し上がりました。終わりました。何本か焼いてみようと思います。はい、それでは3本ぐらい焼いてみましょう。このうなぎの肝はあれですよね、焼いて食べるのが多分一番美味しいんじゃないかな、私はそう思います。はい、何度かねタレをつけてつけ焼きしますね。もう一度つけましょう。はい、このぐらい焼きたいですね。さあ、これで最後仕上げです。はい、こんな感じで仕上がりました。焼き上がりです。はい、こんな具合に焼き上がりました。これはやっぱり日本酒でしょうね。それではちょっと山椒を振っていただいてみたいと思います。さっ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 と失礼していただきます。うん、うまい。やっぱり肝は焼きが一番だな。大変美味しいです。まあ、これが当店の肝焼きのご紹介になります。それでは失礼いたします。